私は数年前、友人 A 子から一方的に切られた。電話しても出ないか、私だとわかるとすぐに切られる。LINEは未読スルーか既読スルー。A 子と揉めていた覚えもないし、なぜいきなり切られたかわからなくて、当時は本当に辛かった。後日、共通の知人経由で切られた理由がわかった。私と A 子と A 子の彼氏 B をは、高校の同級生だった。A 子が B 男と付き合い出したのは、大学を卒業してから。A 子は、B 男にひどい振られ方をしたそうで。私を見ると、B 男のことを思い出してしまうから。というのが、私を切った理由。これで、私が、A 子に B 男を紹介したんなら、まだわかるが。私が B 男と知り合ったのは、A 子に、面白い友達がいると、B 男を紹介されたから。B 男はモラハラ臭かったから関わりたくなかったけど、A 子と遊びに行くと、時々 B 男も来ることがあったので、薄く付き合いがあっただけ。なのになぜ、B 男とセットにされて、切られなきゃならないんだ。事情を知って、切られた時とはまた別に、友達と思ってたのは私だけ、ってことだったのかな、と落ち込んだ。で、最近 A 子の結婚が破談になったらしい。何でも A 子の過去の悪行を書いた手紙が婚約者に送られてきたとか、 A 子との共通の知人がわざわざ私に電話をかけてきて教えてくれた。そうなんだ、大変だね、で流そうとしたら、知人はなんて書いてあったか気になるんだよね、犯人はよほど A 子を恨んでたんだね、などと意味ありげにしつこく言ってくる。どうも私がやったと思ってるらしい。A 子に思うところがないといえば嘘になるが、それでも、たかが一方的にともやめされただけだ。昔のことだし、結婚を破談にさせようと思うほどの悪意を持つわけがない。過去に、婚約者が友人を理不尽な理由で一方的に切ったことがあったくらいで、破談にする人もいないだろうから、A 子の悪行とやらは、私とは関係ないことだろう。知人もそれは分かっているだろうし、その上で私を犯人扱いしてくれるわけだ。知人は、FO をすることにした。中学生の時、父が浮気してることを知ってしまった。うちは、当時、介護老人と言っても、父の親が二人もいたから、家に帰りたくなかったんだと思う。でも、そんなのは家族みんな同じだ。介護に関わってなかった分父が一番マシだったと思う。その父が逃げるとは許せなかった。なぜか、母を裏切ったことより介護から逃げたことが許せなかった。その時は自分も病んでたのかもしれない。ちなみに、父の不倫を知ったのは、2階の窓を開けた時、不倫相手に車で送ってもらった父が、うち言うとやってるのを見てしまったからだ。しかも、お互い体をまさぐり合っていて、自宅の前でこんな暴挙に及ぶとは、舐めた奴らだと、さらに腹が立った。母にはさすがに言えなかったので、兄に相談した。兄も許せんと言い、兄は、父の携帯を盗み見た、ロックかかってたが、兄の誕生日だったらしい。不倫相手は父の部下で、30代後半で、結婚を親父に迫りまくっていた。父に釘を刺すなりしてやりたかったが、ちょうど、その頃、祖父の徘徊が始まり、それどころじゃなくなった。祖父が徘徊中に転んで骨折し動き回れなくなり、寝たきりになって、これはこれで大変だが、徘徊よりマシ。とほっとしてる矢先に父が離婚すると言い出した。父の離婚プランは、慰謝料払って、介護老人二人を、母と俺たちに任せて、自分は、不倫相手とラブラブ二人暮らしというものだった。アホかと思ったが、本気で叶うと思ってるらしかった。慰謝料払うんだからいいだろ？というのが向こうの言い分だった。その時点で、母は、新郎を助介護疲れでふらふら立ったので、おば、母の姉、旦那とは、死別に一時引き取ってもらった。おばも激怒してた。俺と兄は、
頑として父についていくと言い張った。母は介護のため仕事辞めてたし、母について言ったら進学できないとガーガー言った。父は学費は出すからと言ったが、浮気するようなやつの言うことは信用できんと突っぱねた。そして父の親なんだから母が離婚後に介護を引き受けるいわれはないと叔母に主張してもらった。ちなみに父はこの叔母が苦手、離婚はさせるけどそっちの両親は絶対引き取らないからと毎日毎日親父が分かったというまで電話してもらった。そして父、不倫相手にせっつかれてか、女を我が家へご招待。女あぜん。一軒家で部屋は5部屋あるが、そのうち2つは介護老人と仏壇が独占。残る2つは兄と俺の部屋、空いてるのは今だけ。昔は兄と俺の部屋が一緒で、じじばばも寝たきりじゃなかったし、部屋余ってたんだけど父が帰ってこないし、祖父母の世話があるしで、母はずっと祖母の横で寝てた。両親の寝室は不倫女が来る前に兄が占拠した。部屋はないわ、思ったより祖父母の状態は悪いわ、俺たちの態度はドキュンだわ、わざと。俺たち4人、何があってもあんたらにおんぶしていきますせと。アピールしまくってやったら、女はあっさり逃げた。こんな家でラブラブ新婚生活なんかできるわけないもんな。女は親父と別れるとき、あんな状態の両親を置いて不倫してたなんてひどい人というメールを送ってきてた。どの口が言いやがると思ったが、父がしょぼーんとなってたのでざま、あ、という気持ちが勝った。でも、結局、父と母は離婚した。離れてみたら、母が、もう、あの家には戻れない。限界となったらしい。医者に行ったら潰瘍ができてたので入院し、父が一度しか見舞わなかったので愛想が尽きて離婚。家が男手だけになった途端、役所が施設に優先的に入れてやると言い出し、まず祖父が、半年後に祖母が施設に入った。その後2年俺らは父の元にいて、兄が進学して家を出たので俺は母と一緒に住み出した。父に行っちゃうのかと言われたが、親父と二人きりはきついと答えた。親父は不倫女に捨てられて母に離婚されて以来、こっちに寄りかかってこようとしてたから実際きつかった。父は今俺の老後の生活を見てくれる人大募集中で婚活してるが、うまくいってないらしい。